こんにちは、ひかりです。今回はこちらですね。山田連機で1パックゲットしたスターバース。お一人様っていうか、一家族1パックなんですよ。まあ、正確には1日1パックって感じだったかな。だから、1週間後にもう1回行って買っても別に問題ない感じなんだけど、まあ、売れ残ってればね。スターバースはね、まだね、あのー、バトルリージョンに比べるとマッシュパックかな。マシュなパック。まあ、今のポケが正直、もうどれもそんなに、あのー、 みんなが、ね、欲しがってるほどの価値はないんだけど、パックね。はい。まあ、一パックなんで、ダブルレア以上が出れば当たりかな。まあ、レアとかじゃちょっとね、ダブルレア以上が出れば当たり。一パック150円ぐらいでした。はい。ということで、開けていきましょう。何が出るかなまあ、アルセウス系の SR とかが来ればもう超当たりなんだけどね。なんか謎の電池が今。 邪魔なのか。危ないな。電池って意外と危ないからね。ちゃんと置いとかないと。おし。さあ、開けていきます。まあなんかこれ、前回ね、同じ店舗で買った時はノーマルだけだったんですよね。嫌ってる。しかもこれダブルレアっぽい。よかった。たまたま、あ1個割れてるのやらね。黄 <laughs> 出ちゃってるけどみたいなね。ああ、リアルかわいい。でもなんか、なんかシンプルだね。<laughs> ムクバード。あ、これ博士だっけジムリーダー博士だよね。さあ、アルセウスっごいあー、エルフーン。まあ、ダブル、あ、トリプルレアじゃん。トリプルレアならまだいいかな。ただ、エルフーンはね、僕ゲームではね、結構眠りごナとか使ってくれるんで、あ、なんだっけ眠りごナだっけなしびりごナだっけなまあ、活躍してました、僕の中では。うん。進化させるとき確か石かなんか必要だったよね。結構大変だった。 はい、当たりとそしてピクシーピクシーということでね1パックしか買わなかった割には良かったもう1パックで買うしか買わない時はダブルレア以上がくればまあ勝ちですから確率の問題で言うとノーマルだけのパックとか多いからこういうあの安いパックはね1パック500円とかするやつは絶対入ってるんだけどレアなやつキラとかねこれは当たりでした といてことで今回の開封は以上です。えー、評価ボタンお願いします。ポケカはね、これからも一応買っていく予定ではいます。安かったりとか、まあ、安かったりってことはもうしばらくないと思うんだけど、昔みたいに半額とかは。まあ安かったりとか、あとは、まあ新しい段がまた出て、売れ残ってたら買うかなっていう。また、この前みたいに深夜からコンビニ駆け回るとかはしないと思います。しばらくは。はい。それではまた、バイバイ。